はい、アドベンチャーランドの動画から来た皆さん、どうもどうも、引き続きのご視聴ありがとうございます。で続いては、まあ、アドベンチャーランドのくっつきなんでね、ウェスタンランド行っていきましょう。お、なんかやってるね。最近こういうアトモスショー的なやつ増えたみたいですね。じゃあちょっとカメラ高くしてどんなのがやってるかちらっと見てみてくださいね。それはそうですよ。これじゃ勝負になるな。私に一つだけ仕事をさせてください。いきますよ。どれだ。左。ああ。やっぱこれ。じゃあもう一つだけ、もう一回だけいきますよ。さあ赤いカードはどれだ。なんていうのかな、マジックショー的なやつかな。まあ、続き全部見たい人はぜひぜひこれディズニーランド来て見てください。僕は あんま興味ないと通りません。ここがですね、今左手ですね、カントリーベアシアター、休憩所通称カントリーベアシアターですよね。バケーションジャンボリーも今やってるのかな、ね、ノーマルのカントリーベアシアターを見るのってね、実は難しい気がするんですよ。やってる期間超短いんで大体ね、いつもバケーションかクリスマスかどっちかになっちゃってる気が、そんなイメージがあるんですけどね。あ、正面の方には赤い山が見えてきましたね。ビッグサンダーマウンテンです。まあ、なんでしょう、僕が幼い頃に来た時、小学校とか中学校とかそのぐらいの時に来た時っていうのは必ずここハングリーベアレストランで飯を食ったもんですけどね。まあ今でも食いますけどね。あの頃とね、メニュー結構変わったんですよね。なので昔、ハングリーベアでカレー食べたなって思ってる人ぜひね来てみてください。また最近はね、メニューが変わってたりするんで、ね、あの頃のメニューはないかもしれないですよ。さ、ビッグサンダーが正面に来ましたね。左側奥がシューティングギャラリーですね。まあ、僕のチャンネルの人気動画シューティングギャラリーの攻略コーナーがありましたけども、あれはここです。さて、ビッグサンダーマウンテン、まあ、現在が50分待ちですね。さっきまで5分待ちでした。雨が上がった途端にこれだ、ね、ファストパスだってほらね、5時15分からのやつが未だに残ってる、ね、どうしようかな、ファストパス取って乗ってみようかな。いや別にいいかな。さて、ウエスタンランドのこのリバー鉄の、リバ鉄って言って皆さん通じますかね。ウエスタンリバー鉄道のことをリバ鉄って言うよね、言うよね、キャストだけ。はい、超えるとトモソーヤ島以下だの乗り場ですね。どうしようかな、日没でトモソーヤ島はクローズしてしまうんで、行くなら今のうちってとこなんですが、とりあえずこの動画ではここまでさせていただきます。以上、ウエスタンランドでございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。